ナタリー・ボルムスベッヒャー。ナタリー・ボルムスベッヒャーは、ドイツのイラストレーター、漫画家である。ベルリン在住。子供の頃からイラストに興味を持ち、13歳の時に、日本の漫画を愛好するようになる。2003年の漫画トレンテにおいて、短編、ユミコが入賞。2005年には、アナメックス・ザックナー社から、 自費出版という形で短編集、漫画、スポットを交換した。その後、同人誌やアンソロジー集への投稿を手掛けながら、海外の漫画出版大手であるトキオポップ社を通じて、商業デビューを果たし、夏の雨、魔少年ライン、命の木の守り人など、一連の中、長編少女漫画を発表している。 ネットで漫画の描き方をレクチャーするなど、日本スタイルの普及にも貢献。なお、本職はフリーのイラストレーターである。日本漫画愛好家を自称するだけあって、画風は日本の漫画から大きな影響を受けている。お手本にしているのは、小畑健であると述べており、少女漫画ではなく、少年漫画を模範としているようである。ただし、絵は一見して、少女漫画タッチであり、 ストーリーも少女漫画の王道である純愛物あるいは恋愛ファンタジーを中心に展開される。また、友情や家族といった人間関係をめぐるドラマにも力点が置かれている。物語を作るにあたって特に影響を受けた人物として小花美穂と小田栄一郎を挙げた。アニマニアナンバー 03-2007S358 とアニマニアナンバー零三二千七 S35 ありがとうございます。